どうも、カバです。今回は前回の続きをちょっとやろうと思います。右手はのアクセントついた場所には主語、その他はフロア。左手は、そのまま固定してアクセントついている場所をこうしっかり叩いていくっていう形です。じゃあちょっとやってみます。次です。で、次は、逆で右手をスネアに置いて、アクセントついた場所は左手でアクセントついた場所はシンバルで、その他はファーストサウンドです。次はすごい難しいです。で、シングルの場所はスネア。で、ダブルの場所はタムにちょっと移動させるみたいな感じです。で、どうしましょう。まあちょっとやってみます。できるかどうかちょっと自信がありません。ではちょっとやってみます。
でも多分次までにはまあ、それだけじゃないんですが、フラムだとかって入れたら結構面白いんですよね。で、まあ先に進むか、今のものにちょっともうちょっと固執するかちょっと考えてみます。では、見てくれてありがとうございました。失礼します。